はい、それでは続いて、今月の楽曲の2曲目に行きましょう。アナザーホームタウンさんで、Something Like a Storybook でございます。それではどうぞ。ホームタウンさんで、Something Like a Storybook という曲でございました。こうキラキラしたピアノのフレーズでこうもう曲の頭からね引きつけられますね。こうキャッチーなこうメインフレーズとピアノの組み合わせがものすごくこうキラキラしたものを感じさせてくれます。そしてねこう男性のね男の声に加えて、女性の声が絡むうまく絡むことでこう歌メロそのものもとってもキラキラして感じるっていう、なんかねとってもこうロマンティックな雰囲気を感じるんですよね。またねこうバックのピアノが結構思いっきり弾いてて、これがまた素敵な雰囲気を盛り上げてますよね。これね意外とここまで弾いてるバンドってないんじゃないですかね。こうピアノ入ってるバンドなまった今ピアノが入ってるバンドってのはまあぼちぼちありますけど、なんかこう素敵なこうピアノをねここまでちゃんと弾いてるっていう、
のってね、意外とないんじゃないかなと思うんですよね。なんかみんなこうコードとかちょっとこうピアノの、まあ、音フレーズ程度で終わってるようなものが多いような気がするんでね。皆さんね、1回目聞いたぐらいだとちょっともしかしたら聞き逃してるかもしれませんので、ぜひもう1回ね、バックのピアノもちょっと意識しながら聞いてみていただけるといいかなと思いますよ。すごくいいと思います。でね、こういう、こう、ポップでキャッチーな方向性っていう意味ではね、今のこうメインストリームな音楽のカテゴリーの中にこう一致しているバンドなのかなとは思うんですけれども、まあ、こんな風にこう、引きつけるポイントみたいなのをこうちゃんと持ってる方ってのもなかなかいないかなと思いますんでね、こうメインストリームなだけに、普通はこうどうしてもこうよくある感じになるじゃないですか。そうじゃないんですよね。だからこうピアノの使い方、声の使い方、楽曲の作りとかね、ものすごいな。素敵だなと思いました、本当に。まあこの音構成だと、もしかしたらこうちょっと切ない系とかね、ややドラマティックな曲なんてのも結構面白くて素敵なものになりそうかななんて思うのでね、そういった意味で、他のテイストの曲も聴いてみたいななんて思っちゃったという次第でございます。はい、アナザーホームタウンさんは、2018年6月大阪で結成したということなので、あ、まさにちょうど1周年ですか、今ね。そういう感じなんですね。美しいピアノの旋律、男女混成ボーカルを軸にした4ピースピアノロックバンドとのことで、結成当初から国内にとどまらず、海外も視野に、もう一つの故郷探しをコンセプトに、活動していますということです。もう一つの故郷探し、まあ日本とか、まあ大阪だけではなく、まあ国外も含めてそういったものを探していくとかイメージしていくとか、そういう意味なんですかね。はい、昨年9月には沖縄でもライブをしてる。おお、沖縄の音楽シーンって独特で、なんかまたね、活発というか皆さんね、積極的ですよね。なんか僕も行った時に思ったんだ、なんかこちら、例えば東京ではなかなか見ることのできない方結構多いなと思って。道端で弾いてる方なんかもね、国際通りなんかいろんな方弾いてますけどね、面白いと思いましたね。またみんなうまいんだ。すいません、余談でした。で、10月には、台湾の野外フェス、なんて読むんだこれ、アンリミテッドフリーダムフェスティバル18か、という野外フェスがあるんですね。で、にも、出演したということなんですね。台湾か、すごいな。こういうのってどうやって出れるんだろう、すごいな。出てみたいですね、こういうのね。あ、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。僕もうライブなんかできないです。すごいな。はい。で、しかも、つい先日、5月29日には、2019年第1弾のシングルとして、レイニーシーズンという曲を、各サブスクリプションチャンネル、サービス等で、配信リリースしたということなんですね。まあ、憂鬱になりがちな雨の季節をポジティブに歌った歌なので、そちらもぜひお聞きになってみてくださいということです。っていうか、この曲今度紹介しましょうよ。ね。まあ、まさに今の季節だとは思うんですけど、まあ、今年第1弾のシングルってことはまだ出てくるんですかね。出た時ぜひ言ってくださいね。本当紹介しますからね。はい。今出ているシングル、レイニーシーズン、iTunes とかね、Amazon とか、Google Play とか Spotify とか、いろいろサブスクリプションサービスあると思いますけれども、お聞きになれると思いますんで、ぜひ聞いてみていただければと思います。アナザーホームタウンさんでございました。はい。